衝撃遠藤航ちゃんとで現地熱狂。イギリスの光景に日本のファンも大興奮。イングランド一部リバプールに所属する日本代表遠藤航はプレミアリーグ首位攻防戦となった第28節マンチェスターシティ戦でフル出場。中盤のアンカーとして絶大な存在感を発揮したパフォーマンスがイギリスで反響を呼んだ中、 SNS 上では遠藤ちゃんとで熱狂する現地ファンの様子を収めたワンシーンが拡散され、熱視線が継がれている。日本国内でも話題を呼んだ一本の動画に収められていたのは、リバプールがシティを本拠地アンフィールドに迎えた試合当日のイベント会場ホテルアンフィールドを捉えたワンシーン。現地ファンが音楽に合わせて And He is Japanese and He We Are's No. 3 and He is Gonna Win the League とちゃんとを合唱する光景だった。現地リバプールファンの心をしっかり掴んだことを物語るこの光景は、イベントに参加していたイギリスの音楽グループザラガマフィンズが SNS 上にアップしたことで大反響。見てて鳥肌が立った。優勝してクロップの有終の美を飾れたら最高だと思う。華やかさはないけどアンカーでファン投票1位はすごいし、地元ファンはよく見てくれているんだなと感じた。いいちゃんとで嬉しくて泣きそうになったわ。自分のことのように嬉しかった。遠藤ほんと愛されてる。本当にすごい時代、プレミアの頂上決戦で日本人がマンオブザマッチ、マンシートの頂上対決でマンオブザマッチ、世界中の注目を得られるとは最高ですね遠藤さん。